キーパースクールに入って一番変わったなと思ってるのは、チームの中で、みんなに積極的にこう声をかけて触れ合いができるようになったかな。あのキーパーをやり始めた頃はまだ自分に多分自信がなかったと僕から見て見えてたので、その時とかはやっぱりチームの上手い子たちにはあんまり声がかけれないとか、コーチとはあんまり話せないっていう感じだったんですけど、それがやっぱり少しずつ自分にキーパーの自信がついていったら、チームの上手い子たちにもどんどん自分から声をかけていっているような感じだったので、そこはすごい変わったなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、はい、あんまり自分から話すタイプではないので、はい、それほど多くは家では語ってないですけど、ただあの終わった後とか、まあ、例えばダイビングの練習した後とか、家の中で布団でダイビングしてたりとか、いろいろ習ったことをこうなんとなく自分でこうやり直してたりとかしている姿を見ていると、まあ、とっても楽しいんだろうなっていうのはとても感じてます。そうですね、やっぱりどうしてもチームにはキーパーコーチとかがいないので、チームで練習するときは基本的に足元の練習になってしまうので、はい、それ以外のところで自分がキーパーとしてチームの中の何ですか、ね、一員というか自分の役割を担うために一歩ずつこう前進していける場所だと本人も思っていると思っているので、とても楽しそうにやっているかなと思っています、はい、ありがとうございます。